こんにちは、110周年ずっとよろしく豊橋。皆さんこんにちは、豊橋市役所 JK 広報室のバツです。ミーミーです。今回は JK 広報室豊橋街歩き第2弾です。イエーイ。今回のテーマは豊橋ふるさと大使になられた松井玲奈さんの豊橋おすすめスポットを巡りたいと思います。私松井玲奈さんの大ファンなのですごい楽しみ。じゃあ3箇所巡るんですけど、あ、どれにしようか。じゃん。岩屋緑地の展望台が好きでよく登った。そこから新幹線を見てみたい。さすが鉄道好きのレナさん。じゃあ早速行ってみましょう。行ってみよう。豊橋市役所 JK 広報室の豊橋街歩き、はじめに2人が訪れたのは岩屋緑地の展望台。ここは豊橋市内を中心に360度景色を見渡せるスポット。晴れた日には太平洋、そして鈴鹿山脈などを望むことができます。到着。到着。ちょっと疲れたね。寒いね。寒いね。あ、鉄道に詳しい酒井さんですか。お願いします。酒井さんは豊橋市八丁通り5丁目で鉄道模型のお店ナインゲージ天国を営んでいます。鉄道好きで元食堂車で働いていた経験もあるとか。どんな話が聞けるのでしょうか。松井玲奈さんがここから見える景色が好きで、そしてここから見える新幹線の姿を見てみたいって言っているんですけど、酒井さんは見たことありますか？そうですね、昔息子が小さい時にここによく連れてきましたね。やっぱり眺めが良くて、すごい綺麗です。そうですね、一望できますし、あと新幹線プラスあと在来線もね望めますので。松井玲奈さんは百景新幹線の白と青の境目の角度が好きってみたいなんですけど、ここからでも見れたりしますか？百景は残念なことにね、もうすでに実写は引退されて、で今現在は700系 N700、700A と3種類の車両しか、まあ、現在は走ってないですね。はい。どこ行ったら見れるとかありますか？そうですね、埼玉の交通博物館系統に、写真でしたら浜松の工場もありますし、新幹線ので多分確認はできると思います。ただ実写はね、もう本当に日本にわずかしか残ってないですから。残念ですね。今度博物館行ってみたいね。行ってみよう、行ってみよう。あれ新幹線じゃないですか？あ、本当だ。早いの？早い。あれちっちゃいね。うん、模型みたい。松井玲奈さんが好きな岩屋緑地の展望台から見る豊橋の景色、大好きな新幹線も望める絶好のスポットです。さあ続いていくのは、いいよ。ラポールのメープルメロンパンが大好きで学生の頃よく通っていた。わあ、メロンパン食べたい。食べたい。じゃあ行こう。行こう。続いてやってきたのは豊橋市中岩田3丁目にあるパン屋さん、ラポール。店内には美味しそうなパンが並んでいます。早速店長さんに松井玲奈さんについてお話を聞いてみます。松井玲奈さんはよく訪れたんですか？はい、実は知らないんですよ、あまり。そうなんですね。はい、学生の頃よく来たとは聞いてました。他局のテレビでちょっとそう紹介するということがございまして、それで、松井玲奈さんのことを知ったんです。メディアで紹介されてからの反響ってどうですか？すごいですね。もう遠い遠方から、来ます。
そういう、うん、あの遠いところでしたら九州とか茨城とか、すごい、はい、あの来ます。お話を聞いている間にメープルメロンパンが焼き上がりましたよ。オーブンから出すと甘い香りが漂います。どうぞ召し上がってください。いい匂いこのメロンパンは普通のメロンパンとどう違うんですか？普通のメロンパンは中にあまり多分入ってないと思うんですけど、うん、うちにはちょっとドローンとしたものが入ってます。ドローンとしたもの、何だろう。あ、すごい、あ、すごいめっちゃ取れちゃった。うまっ、うまっモープルがとろっとしててすごい、うん、おいしい。とろっとしたものが前日から仕込みをして2日間かけて作られたメープルメロンパン。とろーりとあふれ出すメープルの味わいが口いっぱいに広がり、甘さにうっとり。これが松井玲奈さんを虜にしたメープルメロンパンです。いや、美味しかったね。美味しかったね。あ、最後の1枚いいよ。初めて食べた時はびっくり、豊橋カレーうどんが美味しい。お、松井玲奈さんは豊橋カレーうどん大使もやってるもんね。うん、そうだね。じゃあ行ってみよう。行ってみよう。すっかりおなじみとなった豊橋のご当地メニュー、豊橋カレーうどん。現在豊橋市内の44店舗で豊橋カレーうどんを提供しています。あ、松井玲奈さんのポスターがあるよ。本当だ、かわいい。豊橋カレーうどん大使って書いてある。本当だね。楽しみだね、カレーうどん。楽しみだね。早速豊橋カレーうどんを出していただきました。一見普通のカレーうどんだけど、うん、秘密があるんだよね。そうなんだ。やばい、うずらが入ってる。熱い、美味しい。美味しい。お、お、お、発見。見つけた？発見。なんかね、下の方にね、白いものがあるんだけど。じゃん。豊橋カレーうどんには、うん、カレーうどんの下にとろろご飯が乗っているんだよ。あ、だから、あ、これご飯なんだ。そうそう、とろろご飯。豊橋カレーうどんは、うん、カレーうどんととろろご飯が入っていて、うんうん、一度で二度おいしいものになってます。おお、みゆみゆさんの説明の通り、カレーうどんの下にはとろろとご飯が隠れています。おいしいカレーうどんを余すとこなくいただける一杯。うずらの卵もポイントです。おいしかったね。ねえ、あの、はい、松井玲奈さんが豊橋カレーうどん大使になってどうですか？そうですね、あの、松井玲奈さんが8月1日に大使に就任されたんですけれども、はい、それから松井玲奈さんのライブが名古屋とかであった時に、鹿児島とか広島とか遠方からのお客さんが、まあ、名古屋を通り過ぎて豊橋まで豊橋カレーうどんを食べに来てくださるってことが多々ありますね、はい。すごいですね、はい、遠いところから。松井玲奈さんの影響力は偉大ですね。そうですね、はい、非常に助かってます、ね、今回松井玲奈さんがおすすめする豊橋のスポットを巡ってきたけど、どうだった？私は岩屋山から見える新幹線の景色がとっても気に入りました。うん、バッツはどうだった？私はメープルメロンパンも豊橋カレーうどんも食べるの初めてだったんですけど、すごく美味しくてまたやってみたいなって思いました。ということで、今回紹介した松井玲奈さんのおすすめスポット、皆さんもぜひ行ってみてください。バイバイ。ハロー、こんにちは。110周年ずっとよろしく豊橋。